どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、LINE ビザクレジットカードについて話していきたいと思います。皆さん来ましたか？来ましたよね。8月の終わりぐらいに LINE の通知が先行受付をねとうとう開始しますということで、一応ね2019年8月に、発行先行予約開始しますみたいなね、2ヶ月か3ヶ月ぐらい前にあって、私8月って聞いてたんで、ないのかなと思ってた矢先に8月の終わり通知来ましたね。皆さんも来ましたよね。先行受付開始しますということで、結局は10月ぐらいに本格的な発行なんじゃないかなと思うんですけども、結論先に言います。リクルマイラーの夢破れましたね。個人的見解っていう感じですね。どういうことかというと、この LINE クレジットカードが初めてニュースとして出た時に、初年度 3% ね還元しますっていうのを公言してたんですよね。でそれはまだ今も変わってないんですよ。 3% 初年度 3% 還元しますっていうのはね変わってないんですけども、その当時まだ LINE Pay っていうのがまだ出たばっかりかまだ出てないかどっちかだったんですよね。普及する前か出始めかぐらいで、クレジットカードのその 3% っていう還元率が LINE ポイントで来るんじゃないかっていう話だったんですよね。で私もそう思ってましたし、そうだったら今 ANA マイレージを貯める一番優秀なクレジットカードって ANA ワイルドゴールド、ANA ワイドゴールドカード、ゴールドカード、クレジットカードね。それが 1.648。もしくは SPG アメックス 1.25。それ以外にもね、プラチナとかね、そういうクレジットカードはもうちょっと上がるかもしれないんですけども、基本的にはね、そこら辺だと私は思っていて、それを使ってるんですけども、LINE、ビザ、クレジットカードが 3% ね、LINE ポイントでもし来たら、ここら辺をもうね、完全に抜くようなクレジットカードになってたんですよね。で、そのクレジットカードの 3% LINE ポイントでもらえると、その LINE ポイントがそのまま東京メトロのポイントに交換できて、それが ANA 周りに交換できるっていうものなんですよね。ちょっとここら辺が分かんない方は私のね、当チャンネルの、ANA のねマイルの、集中講座っていうのがね結構何本か立て続けに出てますんで、そちら見ていただければね、ポイントの交換ルートとかも分かりますので、そちら見ていただけたらなと思います。でこの LINE ポイントでもらえるかもしれないっていう話で、これのニュースが出た時に思ってたんですけども、その8月末にね先行受付開始しますっていう時に、そうですね、 3% のそのポイントが結局 LINE ポイントではなくて LINE ペイボーナスで、還元されるみたいなんですよね。もちろんこれ初年度だけで、2年目以降は落ちるんですけども、でも初年度だけ 3%、3% ってすごい金額なんですよ。100円で 3% の還元率すごいいいんですけども、でも結局 LINE Pay ボーナスで付与されるんで、LINE Pay をねすごい使うっていう方は、また別なんですけども、そんなに使ってない人からすると、結局 LINE Pay ボーナスってことはもう LINE Pay でしか使えませんので、そういう意味ではね、ちょっとね残念な結果となってしまいましたね。この LINE Pay っていうのはすごい今 LINE もねすごい力を入れていて、その LINE ポイントで付与するよりかは LINE Pay ボーナスで付与して LINE Pay を使ってほしいっていう意向があると思うんですけども、ちょっとね私のようなねマイルを貯めている人からするとちょっと残念なね結果となってしまいましたね。で年会費は、初年度が無料で、2年目以降は、年に1回使えば年会費はかからない。もし使わなかったら1250円だったかな、かかるクレジットカードとなっています。
いやー、残念ですね。うん、残念。まあ、このクレジットカード自体はね、オリンピック限定デザインみたいなクレジットカードも一緒に発行されるんで、まあでもね、ある程度発行はされるとは思うんですけども、まあどうでしょうかね、普及するんですかね。というのも、やはり LINE Pay ボーナスで付与されるということは、そのクレジットカードの還元率を少しでも気にする人からすると、まあ気にしない人からするとね、まあ記念みたいな感じで作る人は多いかもしれないですけども、気にする人からすると、まあ LINE Pay ボーナスは LINE Pay でしか使えませんので、まあ LINE Pay、まあね、私のようにね、お得で結構飛びつく方はね、結構いいかもしれないんですけども、そうじゃない方っていうね、ちょっと前にありましたよね、お友達送金1000円あげますみたいな、新規登録だったかな、そういうキャンペーンもありましたけども、まあ私の周りでね、登録した人は一人ぐらいですねまあ日本人っていう括りなのかちょっと分かんないですけども、やっぱりインターネット上に銀行口座を登録するとか、クレジットカード情報を登録するとか、やっぱりそういうのってハードル高いんですね。本当にそう思いました。だって1000円無料で使えるクーポンがもらえるのに、それでも登録しないっていう人の方が多かったですね。何人か教えてあげようかなと思って教えましたけど、やっぱりそういうもんなんだなと思いました。ですので、LINE Pay 自体がね、普及、これからどんどんしていけばね、このクレジットカードも一緒にね、そういう発行されると思うんですけども、まあそうじゃない限り、ちょっと現状は厳しいのかなって個人的には思っております。まあ今回の動画はですね、まあLINE Visa クレジットカードはね、結局リクマイラーの夢破れるということでね、今回動画を撮らせていただきました。ちょっとね、私のチャンネルでももしかしたら、今のね現状のクレジットカードより ANA マイルがたまるねクレジットカードが、新しく登場するんじゃないかっていうね期待感も込めて前回動画を作ったんですけども、残念ながらね今のより現状より、ポイントが貯まるクレジットカードは、なり得なかったっていうことでございます。残念ですね。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますので、もしよかったらフォローとチェックしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。